ドイ・インタノンさんは、太陽国で最も高い山である。チエンマイ県、明治無群に位置し、世界の地形学的に著名な山々のリストにも、含まれる。過去には、大きな山を意味する、ドイ・ルアン、または、麓の近くに、多くのカラスが集まる池があることから、カラスの水桶の意味の、ドイ・アンガーと呼ばれていた。名称、ドイ・インタノンは、かつて森の保護に努めた、 チエンマイ王朝の実質上の最後の国王、インタビチャヤーノン公に敬意を表して与えられた。王は王の死後、遺体をこの地に収めるように命じ、王の娘であるダーラーラッサミーイヒによって、1897年にドイ・ルアンから改名された。ドイ・インタノンさんの頂上は元旦に1万2000人を超える来訪者を迎えるなどの大国内外両方の観光客に人気の観光地となっている。 観光施設の他には、大王国空軍の気象レーダーアンテナがある。ドイ・インタノン山は、ミャンマー国境に広がるダインラオス高地から、大高地を南へ連なるシャンヒルズ地域の一部で、タノントンチャイ山脈の東部分のインタノン山脈における最高峰である。シャンヒルズの山系の南西端である、この地域は、サルウィン川水系とメコン川水系の分水嶺となっている。 ダエンラオス高地の他の高い山は、ドイル・アンチェンダオ山、ドイプン山、そしてドイステープ山がある。1954年、ドイ・インタノン山周辺の森は、太陽国最初の14国立公園の一つとして、ドイ・インタノン国立公園に定められた。この公園は、現在482.40平方キロメートルおかばわし、 山頂の2565メートルから800メートルの低地まで広がる。頂上付近は高湿度、年平均気温は摂氏12度で、冬季間は氷点下になることもある。このような公園内の様々な気候や生態系の地域特性は360以上の鳥類を含む動物種の豊富さに結びついている。 裾野の山岳部族か連続のバンソップハット村の近くにウェイコヨーレイサンダキがある。滝は河口岩の急斜面に沿って流れ落ちる北緯18度32分30秒統計98度35分57秒北緯18.541790度統計98.599247度18.54179098.599247 頂上への主要道路に二つの仏塔が立っている。一つは、大地と空の強さ意味のナップミシーナイデンと、もう一つは、空の強さと大地の優美さの意味を持つ、ナファファンプヒューミシリーである。これらの寺院は、1987年のプミポン、アドンヤデート王の60歳の誕生日と、1992年のシリキット女王の60歳の誕生日を、それぞれ記念して建立された。 地質学的には山脈の南北方向に配された河口岩バソリスで構成される。この範囲の中で次に高い山は2340メートルのドイファモルング山である。ありがとうございます。